今日ベンチ入りしたスタメン11人、ベンチ入りメンバー5人、16人だけではなくて、帯同したもののベンチに入れなかったメンバー、それからメンバーに入れなかったもの、しかしそんな全ての面々が総力戦で戦い抜いてきた。さあ、随分上空暮れなずんで日が陰ってまいりました、暗くなってまいりましたが、そんな中カクテル光線がまずファイナリスト、誇り高きファイナリストですが、この勝負という意味では敗者になってしまった準優勝の浦和レッズのイレブンを照らし出します。あと一歩及ばなかった浦和レッズ、連覇の夢は消えました。しかし清水さん、まだ気持ちを切り替えれば簡単ではないかもしれませんが、リーグ戦の規定重賞のタイトルもまだ可能性が大きく残っているわけですし、そして天皇杯の優勝という可能性ももちろん残っているわけです。いやでも本当にもうブッドローザーというかね、はい、ファイナルでよくやったですよ。120分間本当に頭下がりますよ。まあ、PK 戦ですから、お互い声を掛け合って悔しいけれども、ここは本当に声を枯らして応援してくれたサポーターに応えようと、鈴木啓太あたりもね、両脇の選手たちにこう声をかけて、まさに今清水さんがおっしゃった通り、グッドルーザー、素晴らしいファイナリストとあえて強調したいと思います。今浦和レッズの準優勝表彰をご覧いただきました。さあ、そして若き FC 東京が初めてのファイナリストにして初めての優勝タイトル、キャプテン土井陽一を先頭によく守りました。途中投入の厳しい中、藤山、石川直弘が3番手で来ます。野庭も来ます、馬場も来ます。さあ、今山崎ナビスコカップが、山崎ナビスコ株式会社市場茂明社長からキャプテンの土井陽一選手に手渡されました。そして優勝チームには山崎ナビスコカップと賞金1億円が授与されることになっています。優勝チームにはその賞金1億円、それから1年間保持することができるチェアマン杯 J リーグカップ、重さが8キロあります。あとは山崎ナビスコカップは贈呈されるもので 6.3 キロの金製、それに優勝メダルです。さあ、カップを持った土井、藤山、そしてディフェンスリーダーも庭は賞金の目録、メダルを受けて初めてのタイトルという選手もね、清水さん大半なわけでして、いやでも初優勝でしょ、はい、いや本当嬉しいでしょう。この若い人たちの力でまた勝ち取ったというところもありますからね。一番最後には途中で退いた三浦文武大学から歓喜の瞬間です。さあ、そして MVP の発表です。 MVP は FC 東京の土井陽一選手、ゴールキーパーキャプテン土井陽一選手に MVP、 賞金100万円、それからクリスタルオーナメント、さらには山崎アリスト選手1点分が贈呈されます。これは風間さんに伺おうと思いますが、これこの MVP どう評価なさいますか。いやもう文句なしじゃないですか。当然森はそれから藤山みんなにね、はい、あげていいものだと思うんですけれども、ああ土井がこんな風にして今前のその手すりのところによじ登って、そして喜びをあらわにします。自分もそうでしょうけどキャプテンですからね。そうですね、やっぱり本当嬉しいんでしょう。さあ、そして今勝者のそのビクトリーロードの両脇には赤と青の銀の紙吹雪が舞っています。大変に美しい光景です。いや風間さん、今年5月に私たちゲルテンキルヘンドイツに行って見たあのポルトの優勝の瞬間に勝るとも劣らないカップ戦の日本にも本当にこんな素晴らしいタイトルがあるんだなと。現代をしかり、それから周りのこのねサポーターのやっぱり声援しかり、本当に素晴らしいあのグラウンド、素晴らしいものを見せてもらったなという感じがしますね。しかし若いクラブが荒木監督のもと、とにかく自分たちのやり方を貫き通して、そして突破をしたということ、このことの価値はどう評価ですか。苦しいながらね、やっぱり今日のゲームも苦しかったろうけども、やっぱりそれをやっぱり乗り越えたわけですから、まあ、それと今レッド選手たちずっとその表彰式を見てるわけですよ、こうやって、はい、まあ、勝者と敗者になりましたけども、今度は彼らがこれをまたリベンジしていくわけですから、そうやってまあこれからもいい勝負がどんどん続いていくんじゃないですか。敗れた浦和レッズの選手たちはサポーターの方に重い足を引きずって、しかし声援に感謝をする、そんな一
今挨拶に行こうとしているところ、一方 FC 東京の選手たちはご覧の通り